なんでこんなまずそうなものしか作れないの？こんなの、その辺の犬だって食べないわよ。一生懸命喜んでもらえるように作ったんですが。それでこの程度なんて、恥ずかしいったらありゃしないわ。姑は以前から私をいびることが大好きだった。そんな姑が事故に遭い、脊髄損傷で介護が必要な状態になってしまう。そして、いびりには夫も参加し、以前にも増して、状況はひどくなっていった。風呂とかトイレとか、母さんの介護は全部お前の仕事だろ。そんな、あなたにも少しは手伝ってほしいんだけど。ああ、なんで俺がそんなことしないといけないんだよ。それはお前の役目だろ。他に何もできないんだからさ。そうだとしても。だったら仕事も辞めたらいいんじゃないか。そしたら時間もできるだろ。この時すでに限界を迎えていた私は、ある作戦を思いつく。ちょっと何やってるのよ。寒いでしょ。早くシャンプーをしてちょうだい。まったく、これだから使えないブスな嫁は困るわ。わかりました。そして私は洗面所に隠していたバリカンを手に取り、姑の頭に近づけたのだ。この後、姑は絶望することになる。私は美咲、事務職として働いている27歳だ。夫の拓也との出会いは父からの紹介だった。父は輸入雑貨を扱う会社の社長で、拓也はその会社の社員だったのだ。こちらはうちの社員の伊藤君だ。将来有望だから美咲にも紹介しておこう。はじめまして、伊藤拓也と申します。社長にはいつもお世話になっております。ご丁寧にありがとうございます。私は美咲です。よろしくお願いします。どうした、もしかして二人とも緊張してるのか。ちょっとからかわないでよ。伊藤さんだって困るでしょ。すみません、うちの父が。いや、そんなことは。初めて顔を合わせたのは、毎年行われる会社の年末の恒例パーティーだった。強引に紹介してくる父に少し困ってしまったが、高谷と話すうちにいつの間にか惹かれている自分がいたのだ。付き合うまでに時間はかからなかった。交際から半年後、私たちは結婚した。この前父さんが亡くなって、一人でいる母さんが心配なんだ。確かに心からだと遠いし、何かあったら大変かも。そうなんだよ。だから美咲には悪いけど、母さんと同居したいと思ってるんだ。そうね、この前行った時もやっぱり元気なかったし、それもいいのかも。美咲ならそう言ってくれると思ったよ。だったらもう少し広いところに引っ越さないとね。そうだな。よし、すぐに母さんにもこのことを伝えるよ。この時の夫はやけに嬉しそうだった。義父が他界してからずっと姑のことを気にしていたから、ようやく安心できたのだろう。それからすぐに新居も決まり、私たち夫婦と姑の生活が始まった。お母さん、これからよろしくお願いします。ええ、これからよろしくね。こんなところじゃなんだから、早く家に入ろう。そうね。しかし、姑との同居生活は、一筋縄ではいかないものとなる。私は、同居してすぐに、それに気づいたのだった。美咲さん、もしかして、料理は得意じゃないの？そんなことないと思いますが。もう少し、料理の勉強した方がいいんじゃない？これはちょっと、ひどいわよ。すみません、どのあたりがでしょうか。そんなもの全部に決まってるでしょ。それならすぐに作り直します。そんなこと別にやらなくていいわ。それにまだ話は終わってないわよ。はい。料理だけじゃなくて、掃除も洗濯も全部中途半端なのよ。それにいつまでもダラダラと時間をかけすぎね。次からは気をつけますので。あなたのお父さんは社長かもしれないけど、これからはうちの嫁なんだから、ちゃんとしてもらわないと。いつまでもお嬢様気分でいられたら、こっちが困るの。同居を始めて穏やかだったのは初日だけだった。姑の私に対するいびりはどんどんひどくなっていく。初めは姑の言うことに従っていたのだが、それがずっと続くとストレスも溜まってくる。そんな状況を変えようと夫に相談することにしたのだが。母さんも住む場所が変わって気が立ってるんだよ。そのうち落ち着くだろうから、ストレス発散に付き合ってやってくれよ。それじゃあ私は。
美咲は大丈夫だろ。母さんも頑固だからそのうちに慣れてくるって。でもまだ何かあるのか。そもそも同居を OK したのは美咲だろ。確かに同居には同意したけど、はあ、今日は疲れてるんだ。美咲も大人なんだからわかるだろ。夫は私の意見に本気で取り合おうとはしてくれなかった。姑は決まって夫が見ていない時を狙ったかのようにいびってくるのだ。私は何とか我慢しようとしたのだが、それは姑にとってはただのチャンスでしかなかった。そしてある日の昼食時のことだ。美咲さん。はい。テーブルの上に乗ってるこれは何？それはミートソースです。ちょうどいいトマトがあったのでそれを使って。あなた勝手に冷蔵庫のものを使ったのね。え？姑からそんなことを言われた覚えはなかった。最近少しあましになってきたかと思ったら、こんなものしか作れないなんて。今回は自信作なんです。だからぜひ食べてみてください。こんなものその辺の野良犬だって食べないわよ。そう言うと姑は立ち上がり、近くにあったゴミ箱に捨てたのだ。ちょっと何するんですか。こんな犬の餌以下のものを食べさせようとするからよ。こうするのは当たり前でしょ。当たり前じゃありませんよ。うるさいわね。とりあえず作ったものは全て捨ててちょうだいね。せめて食べてから判断してもらえませんか。くどいわ。今までも文句を言われたことは多々あったが、姑が直接的な行動に出ることはなかった。私もさすがにこれ以上耐えられそうになかったため、あまり期待はできないと思いつつも夫に再度相談することに。それは母さんの言ってることもわからんでもないな。何よそれ。だってここ何日かのお前の料理は正直言って美味しくなかったし。今までそんなことを言ったことないじゃない。それに料理は今までと何も変わってないわよ。ん？今まで変わってないってことは成長してないってこと？からかわないで。私だって試行錯誤してお母さんにも喜んでもらえるように努力してきたのに。拓也はどっちの味方なのよ。おいおい変なこと聞くなよ。そんなの決まってるだろ。俺は母さんの味方だよ。これでいいか。これから見たいテレビが始まるんだ。話は終わりでいいだろ。ちょっと待ってよ。私は夫の愛情も冷めていくのを感じた。そしてこの日を境に夫とはほとんど会話もない状態になってしまった。そんな状態が続いたある日、焦った様子の夫から電話があった。美咲か、今家にいるのか。え、今はまだ仕事だけど、今日はちょっと遅くなるって言ったと思うけど。まあそんなことはどうでもいいんだよ。母さんが車にはねられたんだ。とりあえず俺は病院に行くから。あ、ちょっと待って。夫はそう言い残し、一方的に電話を切ってしまった。姑が事故に遭ったことにも驚いたが、ただ呆然とするしかなかったのだ。仕事が終わり家に戻ると、夫が疲れた様子でソファーに座っていた。ただいま。ああ、お帰り。それで、お母さんの様子は？命に別状はないんだけど、歩けなくなった。それって、車椅子になるってこと？そうだよ。そんな分かりきったことを聞くなよ。ごめん。母さんは横断歩道を渡っている時に信号を無視した車に突っ込まれたらしい。そう。それに隊員にはもう少し時間がかかるって。夫から詳しい状況を聞いた私は、姑の気持ちを考え、今までされてきたいびりは今は忘れようと思っていた。しかしそんな考えは間違いだったと気づかされることになる。姑が退院してきた日のことだ。美咲さん、悪いけどちょっとトイレに行きたいの。わかりました。手間をかけるわね。いいですよ、気にしないでください。初めこそ遠慮がちだった姑も、今では事故に遭う前と何も変わらないほどになっていた。美咲さん、ちょっとお使いを頼まれてくれない？お使いですか？何をすればいいんですか？ちょっと前に食べた和菓子が食べたいのよ。でもこんな状態じゃ買いに行けないでしょ。でもそこってここから遠いんじゃ。まさか自分で買いに行けって言いたいの？そんなことは言ってませんけど。だったらお願いね。それと私が食べたいのは15時から売られる個数限定のやつなの。もう15時まで時間もないじゃないですか。ええ、だから早く行ってきてね。その日私は
往復で3時間ほどかけて姑の言う和菓子を買いに行った。それを持って姑の元に向かう。買ってきましたよ。ああ本当に買いに行ってくれたのね。え、それは美咲さんが食べていいわよ。そういえば私あんまり甘いもの好きじゃないのよね。食べないんですか。ええ、いらないわ。また何かあったら呼ぶから早くあっちに行ってくれるかしら。私はあまりにもひどい姑の仕打ちに言葉が出なかった。これ以上姑のお坊に付き合っているとどうにかなってしまいそうだと思い、夫にも抗議した。ちょっと話があるんだけど。今忙しいから後にしてくれるか。今聞いてほしいのよ。分かったよ。それで何？私が介護するようになってからのお母さんの言動が前よりひどくなってる気がするんだけど、やることが多すぎて。風呂とかトイレとか母さんの介護は全部お前の仕事だろ。そんな、あなたにも少しは手伝ってほしいんだけど。ああ、なんで俺がそんなことしないといけないんだよ。それはお前の役目だろ。他に何もできないんだからさ。そうだとしても。だったら仕事も辞めたらいいんじゃないか。そしたら時間もできるだろ。そんなことできるわけないでしょ。辞めるなんて簡単だろ。だって退職届を出すだけなんだからさ。なんなら代わりに出しておいてやろうか。夫と話をしているとそこに姑も加わってきたのだ。ずっと美咲さんを呼んでいたのにいつになっても来ないから、自分でここまで来ないとならなかったじゃない。姑は自分で車椅子を押してリビングまでやってきた。そもそもそんなに元気なら自分でやれることもあるだろうに。お前、母さんをほったらかしにしてたのかよ。そんなことしてないわよ。まあ、なんて嫁なのかしら。その日は日付が変わるギリギリまで二人からの文句は続いた。私は何とかして復讐をしたいと考えていた。一番嫌がることをしてやろうと思ったのだ。それにこの日のために必要なものも用意していた。作戦を決行する日は邪魔をされないために夫がいない日だと決めていたのだ。ちょっと何やってるのよ。寒いでしょ。早くシャンプーをしてちょうだい。まったく、これだから使えないブスな嫁は困るわ。わかりました。自慢の髪なんだから丁寧に頼むわよ。姑は黒髪のロングヘアで日々の手入れを欠かしていなかった。何よりも大切にしているものは髪の毛だったのだ。もちろん分かってます。ただシャンプーが目に入るといけないので目をつぶっていてくださいね。早くしてよね。私は姑が目をつぶっていることを確認して一旦洗面所に向かった。ここには復讐するためのものを隠していたのだ。それはバリカン。それじゃ洗いますね。なんか変な音が聞こえない？え、そんなことないですよ。ちゃんと目をつぶっていてくださいね。何でもいいから早く洗ってちょうだい。そして私は手に持ったバリカンを姑の髪の毛へと向ける。すると次の瞬間、バリバリッと音を立てて髪の毛を刈り取っていく。ちょっと何してるのよ。動かないでください。怪我しますよ。私のあまりの迫力に圧倒されたのか姑は黙ってしまった。それから10分後、姑の髪の毛を全て刈り終わった。終わりましたよ。ちょっと何よこれ。いや、いつも邪魔そうにしてたんでさっぱりさせてあげたかったんですよ。私の自慢の髪の毛が。大丈夫ですよ。二度と生えてこないわけじゃないですし。あんた、こんなことしてただじゃおかないわよ。どうぞご自由に。私は今日でこの家から出ていきますので。はあ、そんなことが許されるわけないでしょ。出ていくのにお母さんの許可はいりませんよね。拓也はいないの？拓也ならいませんよ。忘れたんですか？拓也は今出張中で帰ってくるのは明日ですよ。ああ、なんてこと。ま、さすがにこれじゃかわいそうなんで部屋までは連れて行ってあげますね。そう言って私は姑に服を着せて部屋に連れて行った。その間姑は絶望に満ちた表情で一言も話すことはなかったのだ。とりあえず私はもう行きますね。本当に出て行く気なの？はい、もちろんです。それにもう二度と
あなたたちの顔は見たくありませんから。私は今までの鬱憤を姑にぶつけていた。まさかあの美咲さんがこんなことをするなんて。だからこそですよ。一見無害そうな人ほど怒ると手をつけられなくなるって言いますからね。これからどうしたらいいの？心配しないでください。お母さんには拓也がいるじゃないですか。だから大丈夫ですよ。何も大丈夫じゃないわよ。名残惜しいですが、これから行くところもあるので失礼しますね。ちょっと待って。うん、それとこれを拓也に渡しておいてもらえますか。私は姑に一枚の紙を渡した。これは離婚届？そうです。もう拓也ともやっていけませんから。それじゃ。私は丸坊主になった姑を残し家を出た。そして私はすぐに実家に向かう。そして私は父にこれまでされてきたことをすべて話した。まさか彼がそんなことをする男だったとは。私も見る目がないな。彼には相応罰を受けてもらうことにする。それでいいか？私はそれで構わないわ。分かった。あとは任せてくれ。そういう父の顔は悲壮感にあふれていた。それもそうだろう。自分の会社の社員がとんでもない男だったのだ。とりあえず美咲はゆっくりしなさい。いろいろと疲れただろう。ありがとう。それじゃあ先に休ませてもらうね。自分の部屋に向かいベッドに横になる。ふとスマホに目を向けると夫から大量の着信が。おそらく姑が伝えたのだろう。これ以上連絡が来ても迷惑だと思い電話に出ると。おい、お前母さんを放ってどこにいるんだよ。とにかく早く帰れ。これ以上あなたたちの家政婦扱いなんてごめんだわ。何言ってるんだよ。だったら誰が母さんの世話をするんだ。それはあなたがやればいいでしょ。自分の母親なんだから。それとお母さんに離婚届を渡してあるから。何？これ以上あなたと夫婦としてやっていくなんて無理でしょ。後のことは弁護士に任せるつもりだから。あ、おい。何か言いかけていた夫を無視して私は電話を切った。それからしばらくして夫から再度連絡があった。今度は電話だけではなくメールも送ってくる。内容を見るにどうやら姑の介護に耐えられなくなっているようだった。これ以上関わるのも面倒なため父に相談をする。わかった。それじゃあ美咲から電話をかけてくれ。私が話そう。じゃあかけるね。すると夫は開口一番私を罵ってきた。なんでもっと早く電話に出ないんだよ。こっちは大変なんだぞ。電話越しの相手がまさか自分の勤める会社の社長だなんて思ってもいないのだろう。おい、無視するな。なんとか言ったらどうなんだ。娘じゃなくて申し訳ないね。私が誰だかわかるか。社長。ああそうだ、どうやらこの前の処分じゃ物足りなかったみたいだね。夫はすでに地方に転勤させられていたのだ。あ、いやそんなことはないのですが、実はね、今度南の離島で新しい事業を始めようと思うんだが、どうだろう。自然も多くていいところだぞ。いやそれはちょっとすみませんが、美咲に代わってもらうことはできませんか。なんだ、美咲と話したいのか。それなら早く行ってくれ。そして父からスマホを受け取ると私はスピーカーモードにした。おい、これ以上余計なことをするなよ。こっちはど田舎に飛ばされた上に慰謝料まで請求されて大変なんだ。でもそれはあなたたちが原因でしょ。私に責任はないし。はあ、ふざけるなよ。これでまた離島に飛ばされてみろ。頭おかしいんじゃないのか。すると突然姑も応戦してきたのだ。そうよ、これ以上拓也に何をしろって言うのよ。お母さん、何か勘違いしてるようですけど、そもそもの原因はあなたですよ。ふん、あなたもあなたの父親もろくなもんじゃないわね。そうだ、ふざけんなよ。親子揃って最後まで自分の非を認めないなんて、どれだけ残念な人たちなのだろう。それにこの二人は大切なことを忘れている。口汚く罵っている。父が近くにいること。もしもし、拓也君のお母様ですか。今の話は全部聞かせてもらいました。残念ですが拓也君には離島に行ってもらうしかないようですね。ちょっと待って、
これ以上息子を苦しめないで。それはこちらも同じことですよ。残念ながら来週にはまた転勤してもらえますから。そして二人とも黙ってしまった。現実を受け止めきれなくなったのだろう。あなた聞いてる？あなたがもっと真剣に話を聞いてくれていたらこんなことにはならなかったかもしれないのにね。それにちゃんと慰謝料は払ってよね。よろしく。こうして私は電話を切った。この前話した通り、タカヤ君は正式に離島に行ってもらうことになったよ。そうなんだ。これでもう安心していいのかな。もう大丈夫だろう。これ以上美咲に連絡をしないように誓約書を書かせた。もう安心だ。ありがとうお父さん。父親として当然のことをしたまでだ。そんなこと誰でもできることじゃないでしょ。まあな。それから元夫は慰謝料が払えないということで自己破産の道を選んだそうだ。それにこの一件は社内でも未だに噂になっているとか。そういえば言うのを忘れてたが、彼はそのうちうちの会社を辞めるかもな。え、そうなの？ああ、ただうちの業界は話が回るのは早いから、同じ業界でやっていくのは難しいだろうけどな。なるほどね。でも私には関係ないけど。そして姑はというと、元夫との関係が最悪になり、半ば無理やり施設に入れられたそうだ。確かに今の元夫と暮らしていくのは難しいだろう。それにあの性格なのだ。施設でも孤立しているのだとか。ただ一つ困ったこともある。今度会わせたい人がいるんだが、どうだ？え？私はいいよ。とりあえず一人を楽しんでるんだから。一度でいいからな。こんなこともあるが、自由気ままに暮らしている。